私の名前は吉田かな。吉かな、カラオケ行こうよ。うん、行く行く。学校の中ではまあイケてるグループに属している高3の女子だ。部活はなんとなく可愛いからって理由でチア部に入っている。いいなあ、私にもいい人現れないかな。カナならすぐできるよ。彼氏がいないことだけ残念だけど、キラキラした学校生活を送っている。だがそんなイケてる女子の私にも周りには絶対に言えない趣味がある。それは、そう、私は筋金入りの軍事オタクなのだ。特に戦車が大好きで、はあ、この重厚感のあるフォルムがたまらない。こんな趣味、学校じゃ絶対に誰にも言えない。これが本当の私。学校では実は無理してみんなに合わせているから正直疲れる。溜まったストレスはその日のうちに戦車のゲームで発散。今日もワールドオブタンクスやらなきゃ。このゲーム、戦車も実物そのもので超リアルなんだよね。よっしゃ、これで5台撃破。この撃破した快感がたまらなく好きで毎日プレイしないと気が済まない。そんなある日、さ、早く帰って昨日の続きを。ごめん、大丈夫？って、これ…あ、それは不覚にも教科書と間違えて入れていた戦車図鑑をクラスメイトに見られてしまったのだ。普段はあまり目立たない望月っていう男子なんだけど。これはドイツ軍の無敵戦車、ティガー1だね。え、知ってるの？もちろん、大きすぎて機動性には欠けるけど、最強の攻撃力と防御力を兼ね備えた戦車だよ。なんと、私と同じミリオタだったのだ。ごめん、ついテンション上がっちゃって、はい、これ。ううん、むしろ戦車の話できる人なんていなかったからすごく嬉しい。こうして私たちはミリオタ仲間としてすぐに打ち解けた。もちろんクラスのみんなには内緒で。高校3年の1学期が終わろうとしていたある日、私の運命を変える事件が起こる。もうすぐ大会だから気合い入れていくよ。キャー、チアの大技の練習中バランスを崩してしまい、そのまま床に叩きつけられてしまったのだ。痛い、体が動かない。大丈夫、先生、カナーが。どうしたの？そのまま救急搬送されたが、感じたことがない痛みと体が自由に動かせず目の前が真っ黒になった。医師の診断の結果、落ち着いて聞いてください。娘さんには下半身の麻痺が残るでしょう。一生歩けないかもしれません。そんな、カナー。その言葉を聞いた瞬間、ショックのあまり呼吸ができなくなり、私は意識を失った。それからは辛いリハビリの日々だった。さ、リハビリ頑張ろうか。はい、感覚のない足、自分の力で歩くことすらもできなくなったことが受け入れられなかった。入院を経て学校に戻ったけど、カナ、心配したよ。うん、こんな姿で周りに気を使わせるのが嫌で、どうしても気が進まなかった。みんな初めは優しくしてくれたけど、そんな私の空気を察してか、次第に距離を置くようになっていた。あの事故以来、キラキラしていた毎日は一瞬で灰色に変わってしまった。はい、これ僕でよければ何でもするから言って。ほっといて。気を使ってくれる望月にも冷たくしてしまうほど、私は周りが見えなくなっていた。まったく、カナ最近態度ひどくない？確かに、みんな心配してあげてるのにね。は、行こう行こう。うん、私はここにいるべきじゃないんだ。そう思ったら涙が止まらなくなった。それ以来学校も休みがちになっていった。そのまま時は過ぎ、期末テストで仕方なく学校に行った日のことだった。はい、終わり。後ろから答案用紙集めて。テストやっと終わったね。じゃ、行こっか。え、ちょっと、何？いきなり。望月が突然車椅子を押してどこかに私を連れて行こうとしていた。行き先は体育館の入り口だった。体育館？何？こんなとこ来たって私何も。いいから。ドアを開けた先には思いもしない光景が広がっていた。カナ、元気出して、みんなで遊ぼう。え、そこにはたくさんの車椅子と笑顔のクラスメイトたちがいた。車椅子には手作りの戦車の装甲がつけられている。これは車椅子サバゲーだよ。これならみんな対等に遊べるだろう。私は勝手に負い目を感じてみんなを遠ざけていたのに、こないだは本当にごめんね。でもカナを心配しているのは本当なの。みんなみんなの優しさが心に染み渡ってくる。今度は温かい涙が止まらなくなった。それ、88ミリ戦車砲。あ、望月弱。それから塞ぎ込んでばかりいた私は少しずつ前向きになり、周りを気にして自分を偽ることもなくなった。ほら、早く行けよ。あの、俺と付き合ってください。あの事故以来辛い日々だったけど。うん、おお、やったじゃん。あの事故があったからみんなの優しさに気づけた。これからはもっと強く生きると、そう誓った。